三元一覧は、源氏物語の注釈書。1496年11月成立。十巻十冊。課長余剰、川海章、氏名章の三章を合わせこの一書で済むようにしたもので、ある。書中修正の性格を持った注釈書であり、書中修正の性格を持った注釈書としては最も早い時期に成立したものである。室町、戦国時代の苦行。 火人である、富野工事と市道の著とされているが、本書の序文を書いている、三条西寂隆の大きな影響のもとに成立した書き物であり、三条西寂隆を実質的な著者と見ることもできる。本書は、三件一覧と呼ばれることもあるが、この三件とは、課長四条、川海章、指名章の三章それぞれの著者である一条、金義、四つ辻義成、すさびの三人を、 中国古来の三賢人路になぞらえたことによるものである。本書はあまり普及しなかったらしく、伝本は少なく後世の注釈書における言及も少ないが、吉都民、花屋玉英がその著書、花屋章や玉、坂井州において本書を高く評価していたり、林羅山と玄吉弁引章の著者一芸道を切れりんのし、一芸道上跡の間に起こった論争において、 本書の説が引かれているといった例が見られる。三条西サネタカの日記である、サネタカ後期には、本書の成立に関わる以下のような記述が見られる。本書の伝本は、比較的少なく、わずかに以下のようなものが確認できるのみである。ありがとうございます。